さあ本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM。 パーソナリティの NC 比嘉と沖縄村村長のねったちゃんです。きっちゃんです。そして今日1日目はですね、人生の活動、人生や活動の理念についてお話しいただきます。お願いします。今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします。お願いします、今日はですね、はい、まあ、ゲストの方もそうなんですけども、実は我々 LSM ラジオに仲間が加わりました。はい、じゃあ、自分で、はい、ありがとうございます、どうぞ。はい、LSM プロジェクトメンバーのいっちゃんです。どんどん学んでどんどん吸収したいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というところですね、実はもう一個ビッグニュースがありまして、はい、我々この FM やんばるさんの方で、はい、放送させていただいてるんですけども、はいはいはい、実はですね、このスタジオがリニューアルです。ありがとうございます。イエーイ。これがですね、沖縄北部の情報発信型コアワーキングスペースということで、ハウリブ名護宮里店、そこの方にですね、スタジオ新たにリニューアルで、階段で行かないといけないですね。そうなんですね。最初僕エスカレートでって言って、はい、FM マルタどこなんですかって聞いたら、ないよって言われました。若干迷子になりがちっていう、まあもうすごい綺麗なところで、また新規店やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、というところで、本日はですね、なんと大宜味村の方から、ゲストのお二人を、お呼びして来ていただきました。ヤンバルラーメン、いぎみさんから小林風です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでしょうか。今このまあ今日からなんですけども、心臓がバクバクしてもう緊張してます。実は奥さんの方がさっきその様子を見て爆笑するっていう。はい、まあ、そんなお二人なんですけども、4日間ですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というところで、いつものようにですね、質問書の方を、作っていただいて、そこで、まあ、私の方がですね、3つのポイントラベリングという形で、作らせていただきました。まずですね、3つのポイント、地産地消で、2つ目に地元のお客様や生産者に密着した食事を提供する、で3つ目に挨拶と笑顔、まあ、この3つのポイントだったなと。でまとめると、ラベリングで感動を与えさせる料理人、まあ、そこかなというふうに思いました。まあ、理由としてはですね、お客様をはじめ地元の方と深い関わりを持って、料理の味だけでなく移住先の大宜味村の魅力を遺憾なく発信し盛り上げようとする活動をされていて、まさに広い意味での感動を与える料理人、そういうふうに感じたというのが理由です。どうですか。ラベリングどうですか。素晴らしい。ぜひお店の看板などに大きく掲げていただくと。わかりました。はい、というところで、まあ、今日のですね、初日のメインテーマに行きたいんですけども、人生活動の理念というところで、挙げていただいたのが、お客様が笑顔になるような一杯を提供していく、まあ、そういった、お話でした。でそこで、まず聞きたいのがですね、小林さんにとって他者への奉仕や、まあ、喜んでもらうっていうのは、まあ、どういうことに捉えてるんでしょうか。そうですね、まあ、奉仕して、うん、喜んでもらえることによって自分も笑顔になれる、うん、自分も喜べると思って、やっております。うん、これちなみにですね、この奉仕っていうのは例えば人にこう尽くすというか、まあ、そういった感覚、それっていうのはいくつ頃とかってあるんですか。もともとなんだ。もともとではないですね。そうですね、自分がこう料理になるきっかけでもあったことなんですけど、まあ知り合いの、お兄さんとこにレストランやってて、アルバイトに行った時にすごい美味しいもん食べて、もう自分が笑顔になって、もうすごい感動したので、これを自分が仕事にできればなと思って、住んでいろいろやってましたね。はい、ということは、この料理をまず、はい、まかないですかね、はい、そちらの方で食べて、はい、いわゆるやっていただいたというか、そうですね、そういった感覚から、たまたまそれが料理というツールだったと思うんですけども、はい、そういったところから、
人から喜びってもらえるんだというふうに感じたってことなんですね。そうですね、はい。まあ、そんなですね、小林さんにとってのお客様の笑顔、はい、これというものはどういったものなんですか。そうですね、うん、あのお客様を笑顔にするのは、まあ、味だけではなくて、うん、まあ、接客だったり、うん、そのお店の雰囲気もあると思うんですよ、うん、で美味しいものであっても、まあ、例えば従業員の人が従業員を叱ってたり、うん、そういう嫌な環境で食べると美味しいものも美味しくないので、うん、あの美味しいものをいっぱいを、うん、ラーメンをいっぱい作って、なおかつ満足、この気持ちよくなって帰ってく、うん、いただくような接客もする、うん、それ合わせて笑顔になっていただけるかなと思ってます。わかるあの一番あるのがですね、コンビニですね、自分。あ、なんかコンビニの店員さんでなんかこの会計、はい、そこでちょっと粗暴にされると、うん、なんか気持ちよくないというか、もう来たくないなって思っちゃうとか、そういう、まあ、そういう延長線ってことですよね。そうですね、同じ買い物した時でも気持ちよく買い物できた人、うん、なんかこう気持ちよくない接客を受けた時だと、うん、まあ、その満足度が違いますからね、うん、同じ表情であっても。そうですね、はい、私たちも実はこの何度かお邪魔させていただいて、はい、実際このラーメン食べさせていただいたんですけども、うん、あのまず奥さんの方が外であの接客していただくんですが、うん、まあ、その時点でちょっとお腹いっぱいみたいな元気いっぱい、本当に奥さんの元気なんだ。そうですね、あのすごいやっぱ気が利くなっていうのが一番の印象で、はい、あのなんかこの何でしたっけ、あの臭み、魚によっては臭みっていうものが強いので、そういったもの大丈夫ですかとか、もう、食べる前からそういったのをちょっと聞いてくれてたりとか、もちろんやっぱり特に本土の方とか、そういう方多いのかなと思うので、あ、すごいありがたいな、聞くなっていうのが印象だったので、今お話聞いてると、やっぱそういったものが夫婦の中で共有できてて、サービスに落とし込まれてるんだなっていうのが今聞いてて思いました。で実際ですね、そのお客様が笑顔になるように一杯を提供するというところで、この理念に至った経緯っていうのはどういったことなんですか。経緯、うん、そうですね、まあ、自分の経験なんですよ、はい、先ほど言ったように、うん、なんかこうお店に行って、なんかまあ一度会ったのが、まあ、あの定食屋さんに、近所の定食屋さんに行った時、うん、そこはもう人気ですごい並んでるようなところで、うん、で食べてたら目の前でその店長が、その従業員の方をずっと怒ってんですよ。やば。その時もう味も何もしなくて、もう満足度もなかったんですよね。もうそれから行かなくなったんですけど、やっぱまあそういう経験をした中で、逆にまあ味がまあそこそこ美味しくても、また行きたい店っていうのは、やっぱ接客だったりすごい良かったり、サービスが良かったりっていうのがあったので。絶対こう自分が飲食店開くんだったら、うん、あの接客も含めて、それはあのまたリピートしていただけるようなお店になりたいなと思って、うん、やっております。ちなみにですけども、はい、お家では逆に怒られたりしないですか。大丈夫ですね優等生なんですよ優等生です。わかります実はねみたいな、うん、まあでもほぼまあ、まあ喧嘩もないし、はい、うん、そうなんですね、うん、怒らないんですよ、本当に友達に聞いても怒らないよねって言われた。じゃあ元々そういった感じなんですね。本当に、まあ、学生の頃とかは逆に怒りやすかったんですよ、すごい、意外に違うでも、まあ、だんだんやっぱそういうことをしてると、やっぱ周りの反応が怒りやすかったりすると、まあ周りの人が一番嫌な、でそれは自分に返ってくるんですよね。でまあそういうことをもう学んで、まあそれからもう怒らなくもなったし、イライラもしなくなったんですよね。すべてが自分に返ってくるということだなと思ってますね。はい、というところですね、まあ、今日はあの人生活の理念をまあ聞かせていただいたんですけれども、まあ、そもそもその人に対する奉仕というところで、まあ、ウィンウィンの関係とか、まあ、尽くすことで、実はもうその尽くしているようで自分に返ってきているというか、まあ、そういったことも意識されているんだなとか、まあ、それがもうそもそも夫婦の中でまあ共有されていて、それが実はこのサービスの中にすごくいい形で落とし込まれているというのがすごい分かりましたね。はい、はい、
もっと話聞きたいんですが、本日は以上になります、はい、本日のゲストのヤンバルラーメンいぎみさんの連絡先はお電話番号 090-4391-6334、 Facebook はヤンバルラーメンいぎみで検索お願いします。 LSM レディオの過去放送やご連絡先などは福井県にも LSM プロジェクトがありますので、Google 検索で Google 登録されている LSM プロジェクトホームページの検索をよろしくお願いします。本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。LSM プロジェクトはいっちゃん、いなさん、またきち、たくま、マエストロあつし、みなっちゃん、またよし大輔さん、成田ペールワン、ミッチーの協賛でお送りいたしました。どうも皆さん、ヤンバル坂モーリーのモーリーです。ヤンバル坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場です。オールディーズの BGM とアメリカンな空間は初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内で、おすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラッと遊びに来てくださいね。電話番号は 070-3803-7889 070-3803-7889、 待ってます。 LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル、南西食品株式会社、スパイスカレー研究所沖縄ごはんよしひこ、やんばる酒場モーリー、有限会社ゆい設計、味どころかにまつ、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。